狼。ご無事で何より。フクロウは切りました。すまぬ。クロウ様、すまぬ。なすべきことをなしたのです。狼、ありがとう。父がこれを持っていました。これは床桜の枝か。そうか、フクロウが持っていたのか。はい、これでまた一つ源の甲に近づきました。ああ、そうだな、狼よ。巫女様、甲の材料を手に入れました。おお、それが源の甲の石か。妙な形をしておるな。やはり祀られておりました。そうか、タケル様の記されていた通りだったな。はい、その石のあった祭壇にかぐわしく腰入れ立て祀る、そう書かれておりました。腰入れ、それはどのようなところじゃ。岩戸の奥の洞窟です。そのようなところから腰に乗り、どこへ嫁に行くというのか。まあ考えても拉致が明かぬな。かぐわしく。ん？九郎様、あの場は戦況の入り口なのやもしれませぬ。そうか、かぐわしくとは源の好機をまとうこと、それを指しておるのやもしれぬな。狼よ、ようやく叶うな。これできっと源の好機を抱きしめることができるだろう。さあ、香炉に集めたものをくべてくれ。行為。巫女様。狼、不思議よ。案ずるな、深くは切らぬ。不思議を抜いてくれぬか。はい。すまぬが目を閉じてくれ。は。もう良いぞ、狼。大事ありませぬか。大丈夫、胸のあたりを少し切っただけだ。これが源の好機か。何やら無性に懐かしい。はい。どうじゃ、何か変わったことはあるか。匂いと、それから源の宮、その言葉が頭から離れませぬ。源の宮、タケル様が書き残されていた通り、そこから戦況に通じているのだろうな。その源の宮への行き方だが。かぐわしく腰入れ立て祭る、香りの石が置かれた祭壇にそう書かれていました。うん、そなたは源の好機をまとっている。岩戸の奥の腰に入れば源の宮への道が開けるだろう。不死立ちは間近。頼むぞ、狼よ。御意。なすべきことを
なすまでだ。どうした？やはりかすかに顔を寄せねばわからぬほどだ。なんだ？流陰のよどみ、その兆しが出ておるのやもしれません。よどみとは？我が師道元より聞いたことがあります。流陰の力は死を重ねることでよどんでいく。よどみは溜まれば必ず溢れればどう。病が気有ならば良いのですが、もし。ああ、なすべきことをなさねば。巫女様がそうおっしゃっていた。おそらく何か秘められている。そうですか。どうした？タケル様の記録に解釈という言葉がありました。ああ、おそらく解釈とは流陰の巫女の命とともにその不死を断ち切ること。何だと？このまま不死たちの道を歩まれるならば、不死切りで九郎様、巫女様のお命を絶たねばならぬ。はい、不死立ちこそが九郎様の望み、それは承知しています。ですが狼殿、九郎様を殺さぬ道がないものでしょうか。流陰は常ならぬ力、そのような道もあるやもしれぬ。ならば狼殿、九郎様を殺さぬ道、それを共に探ってはいただけませぬか。巫女様は死なせぬ。ありがとうございます。手がかりを探らねばな。はい、うん、そうか。巴殿の、狼殿、私に一つ心当たりがあります。調べを進め、分かったことがあればお伝えしましょう。ああ、それからこのこと、巫女様には伏せておく。はい。狼殿、九郎様を殺さぬ道、その手がかりをつかみました。これを。人帰り。はい、ここには書かれています。流陰を断ち人に返す道があると。そのためには常桜の花がいるようです。以前お伝えした通り、常桜とはタケル様が戦況より持ってこられた桜です。ですが何者かが枝を倒り花を持ち去り、常桜はやがて枯れ果てました。常桜の木そのものが失われてしまったのです。木そのものがない。当然に常桜の花もないか。はい、ですが持ち去られた枝には花がついていた。それが見つかれば、あるいは。常桜の枝とはこれか。父が持っていたのだ。フクロウ殿が。ですが
花はもうないようですね。どうした？いえ、床桜があった頃のことを思い出そうとしているのですが、どうも記憶がおぼろげなのです。お二人のお墓を。何？床桜の後にあるタケル様と巴殿のお墓を参ってみようと思います。何か思い出せるかもしれません。そのような道しか。おい、狼殿、いらしていたのですね。何か思い出せたか？いいえ、あいにく何も。何もか。はい、思い出せずすみません。私の古い友ならば、その頃の何か覚えているかもしれません。あれ寺で少女と会ってきます。少女？物資殿の古い名です。仕立ちをなすためには、九郎様とあの方、そのいずれかに死なねばならぬ。なぜそのような道しかないのか。だからそいつを隠すのか。だって少女、これを渡せばあの人は死んでしまう。いらしたのですね。武士殿からは何か聞けたか？いいえ、これといって人帰りについて何か別の手がかりを探さねばなりません。いずれかが死なねばならぬ。それはどういうことだ？聞いていたのですか？教えてくれ。私は見たのです。あの日、床桜の木の下で巴殿が自刃されようとしたのを。なぜ自刃など？巴殿はこう言っていました。流飲の血を受けた節はその主を縛ると。人帰りのためには流飲の血を受けた者が死なねばならぬか。はい、その通りです。だが人帰りもならなかった。はい、不思議りがなかったためでしょう。
私は、クロ様を、そしてあなたも、失いたくはない。どの道も、行き止まりなのです。何を隠している？それも、聞いてしまったのですね。教えてくれ。なすべきことをなす。巫女様と同じようにそうしたいのだ。これを。これは鈴か。きっとフクロウ殿の亡骸からこぼれ落ちたものでしょう。フクロウ殿とあなたは縁が深い。それを備えればまた異なる記憶が見られるやもしれません。備えてみよう。どういった記憶かは分かりません。ですがそれはフクロウ殿が持っていたもの。どうかお気をつけて。狼殿、ではまた。話が違うではない。お主、何故生きておる？まあいい。死をすれば、辻褄も合うというものよ。
平田屋敷、存外にたやすかったな。フクロウの手引きもなかなかのものではないか。俺はつかねえな。あのじじいはどうにもうさんくせえや。あれは下道、下下道だぜ、マサナリさんよ。まあ我慢しろ。いかに企もうと、所詮は田舎のはぐれ忍び。何ができることもあるまい。で、ほら銭と酒さえ都合してもらえりゃ、文句はねえぞ。We'll be right back.
戦場で拾った飢えた狼がよもやここまでになるとはな。父上、まこと惜しい。だが切るぞ。
触れるか。